どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪メダルバスターズ第2幕のはぐれメダル、ついにコンプリートしました。ちょっと紹介したいと思います。よっ。はい、ドーン。こちらですね。上2つのメダルが妖怪メダルバスターズ第1幕のはぐれメダルで、この下2つですね。ふゆにゃん、そしてコマさんの B メダルがはぐれメダルです。基本的に B メダルのはぐれメダルはレインボーカラーになってますね。通常のメダルと比較するとこんな感じです。下がこれ通常のメダルですね。冬にゃん、そしてコマさん通常バージョン。やっぱり絵柄は同じなんですけど、カラーリングがレインボーになるだけでなんかすごいゴージャス。せっかくなんで、はぐれメダルの音声確認します。まず冬にゃん。かっこいいですね。 CV っていうか音声はこれ梶裕貴さんの声なんで、やっぱかっこいいですよね。続いてはぐれメダルのコマさん召喚。はい、コマさん相変わらずプリチーですね。コマさん。はい、ということで以上、今回は妖怪メダルバスターズ第2幕のはぐれメダルの紹介でした。